皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのダイソーから売られているプリンセスシリーズのアリエルのネイルアートシールを使ってアリエルっぽい可愛いデザインを作っていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。使用するカラーはこちらです。ホワイト、スモーキーピンク、ピンク、ミルキーブルー、ブルーを使用していきます。はい、ではまずはじめに親指と小指のアートを作っていきたいと思います。ではベースにホワイトのカラーを塗っていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。ではホワイトを二度塗りしました。この上にミルキーブルーのカラーをのせていきます。のせ方はジグザグにのせていきます。はい、ブルーのカラーものせていきます。はい、ではこちらマーブル模様を作っていきます。作り方は表面を軽く触りながら動かしていきます。初めにこんな感じにミルキーブルーを動かしました。次にブルーのカラーをあまり混ぜすぎずに少しだけ動かしていきます。はい、こんな感じでライトに入れます。はい、では小指も同じ感じに作っていきます。ではミルキーブルーのカラーをジグザグにのせていきます。次にブルーのカラーをのせます。はい、ではこちらを混ぜていきます。はい、こちらマーブル模様を作っていきます。はい、こちらをライトに入れます。はい、ではシールを貼っていきたいと思います。シールを貼る前にジェルの未硬化ジェルを拭き取るかノンワイプトップコートを塗っていきます。
私はノンワイプトップコートを塗っていきます。ライトに入れます。はい、ではアリエルのシールを貼っていきたいと思います。ではまず親指にこの真ん中の大きなシールを貼ってみたいと思います。アリエルのシールはピンクでとても可愛いです。シールは空気が入らないようにしっかりと空気を抜きながら貼っていきます。小指はこちらの貝のシールを貼りたいと思います。親指はちょっと周りが空いてしまうので、パーツとストーンを少し乗せていきたいと思います。はい、こちらも夏にセリアさんから出ていたネイルパーツの人手と、あとパールを乗せていきたいと思います。ではベースコートを塗ります。はい、ではパーツを乗せていきます。少しパーツを乗せるだけでさらに華やかになります。はい、こんな感じでライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、こちらで親指と小指が完成です。では次に人差し指のアートを作っていきたいと思います。はい、では次に人差し指のデザインを作っていきたいと思います。使う材料はこちらです。ネイルパーツのオーロラのホロー乗せていきたいと思います。はい、こんな感じの袋に入ってます。ではパレットの上に出していきます。はい、ではこちらベース&トップコートを塗っていきます。余分なジェルを取ってこのままつけていきます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。
ではこちらをライトに入れます。はい、こちらで人差し指のデザインの完成です。では次に薬指のデザインを作っていきたいと思います。ではまずベースにホワイトのカラーをのせていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではまずベースにホワイトのカラーを塗っていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では2度塗りしていきます。はい、ではこちらの上にスモーキーピンクのカラーをのせていきます。のせ方はジグザグにのせていきます。はい、では隙間にピンクのカラーをのせていきます。ピンクのカラーは少し色が濃いめなので少なめにのせます。では平筆で軽く表面を動かして混ぜていきます。こんな感じで一度ライトに入れます。はい、ではシールを貼る前にノンワイプトップコートをのせます。はい、ライトに入れます。はい、ではシールを貼っていきたいと思います。ではアリエルが泳いでるシールを貼りたいと思います。こちらです。ではこちらを、こんな感じに貼ります。こちらもちょっと寂しいので薬指に少しホロとストーンを足していきたいと思います。はい、では薬指に先ほど使ったホロを乗せていきたいと思います。ではベース&トップコートを塗ります。はい、ではホロを乗せます。ではホロをこんな感じに乗せていきます。ではストーンも少しだけ乗せていきたいと思います。はい、こちらをライトに入れます。はい、こちらをノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、
ライトに入れます。はい、こちらで薬指のデザインの完成です。では次に中指のデザインを作っていきたいと思います。はい、ではこちらのホワイトのカラーをフレンチの形に塗っていきます。フレンチネイルといっても根元にストーンを置いてしまうので、このラインは気にしなくて大丈夫です。はい、では一度塗りライトに入れます。ミルキーブルーとピンクのカラーを塗っていきます。ではちょっと一度ベース&トップコートを塗ります。はい、ではこの上にピンクのカラーをのせます。はい、では次にミルキーブルーのカラーをのせていきます。はい、こちらをライトに入れます。はい、では次にこちらのホロをのせていきたいと思います。ではベース&トップコートを塗ります。はい、ではこちらの上にのせていきます。はい、では一度ライトに入れます。はい、では次にこちらのノーワイプマットコートを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、それではシェルを作っていきたいと思います。ではこちらのノーワイプトップコートをこちらのパレットの上に出します。はい、使う筆はこういった細めの筆を使って描いていきます。ではまず真ん中に線を描きます。では次に横から3本線を描きます。少し湾曲しながらこんな感じに描いていきます。では反対側も同じ感じに描いていきます。
ちらを一旦ライトに入れます。はい、では次にもう一度先ほど描いた線の上にジェルを置いていきます。先ほどよりも少し多めにジェルを取ってのせていきます。はい、では一度ライトに入れます。はい、では反対側ものせていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではもう一度重ねてのせていきます。ライトに入れます。はい、ではもう一度のせます。はい、ライトに入れます。はい、ではこの間にノンワイプトップコートを塗っていきます。こちらはこの凹凸が消えないように薄く塗っていきます。はい、ではこのフレンチの境目の部分にストーンを乗せていきたいと思います。ではベース&トップコートを境目に塗っていきます。はい、ではストーンを乗せます。こちらも夏にセリアさんから出ていた、シェルです。こちらも真ん中に乗せていきます。ちょっと季節物なので今は売られてないかもしれないんですけれども、とても可愛いです。では
はこの周りにストーンを乗せていきます。はい、ライトに入れます。はい、では根元の部分にノンワイプトップコートを塗って仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで中指のシェルのアートの完成です。ちょっとノンワイプトップコートが流れやすいかもしれないんですけれども、少しずつ線の上に乗せていくとこんな感じにぷっくりと仕上げることができます。はい、こちらで100円の材料で作るアリエルのネイルデザインの完成です。今回はアリエルなので海をイメージして作ってみました。今回大活躍なのが、人差し指に使ったホロです。こちらホロ中指と薬指にも使ってます。こちら一つあるととってもいろんなデザインに使えて便利です。次回は100円の材料でラプンツェルのネイルデザインを作ってみたいと思います。ぜひ楽しみに待っていてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。